若草の頃、若草の頃、我が草,草の頃、セントルイスで会いましょうの意は、1944年のアメリカ映画で、ミュージカル映画である。メトロゴールドウィンメイヤー制作、配給。ザ・ニューヨーカー史に掲載され、後に小説5135ケンジントンとなったサリー・イ・ベンソンによる短編小説シリーズを、アービング・ブレッチャーとフレッド・カイ・フィンクルホフが以下、 1903年から1904年、セントルイス万国博覧会を控えた、古き良き時代のアメリカ、セントルイスを舞台に、中流過程の、ゆったりとした四つの季節の情景を、美しいカラー映像で描写したミュージカル映画。アメリカでは公開当時、戦争の暗い世相に疲れた人々の心の金銭に、触れて大ヒット。現在でもミュージカル映画の枠を超えた、 普及の名作映画の一つに数えられている。現代のミートミー印象とトーン。類は1904年セントルイス万博のテーマソングであり、その他の楽曲も1903年当時の流行歌が主に使われている。その一方で、ヒューマーティンとラルフ・ブレインによって新たに作られた3つのオリジナル曲はいずれ劣らぬスタンダードナンバーとなった。特に、ハブ・ユア・セルフ。 エーメリー・リトル・クリスマスは、クリスマスソングの定番として今なお歌い継がれている楽曲である。プロデューサーのアーサー・フリードが、映画使用曲のうち1曲を作曲し、演奏もしている。第17回アカデミー賞では4部門のノミネートし、受賞はなかったが、本作を含めた評価で、マーガレット・オブライエンがこの年の子役賞を受賞している。工業的にも、 我が道を行くに続き1944年及び1945年の全米工業成績第2位を記録。MGM 社にとっても当時、風と共に去りぬに次ぐ高い利益を上げたヒット作となったの10位でもある。この作品を機に温かい家族を描いてアメリカ人のノスタルジーを刺激する映画がブームとなった。 日本にも輸入された代表的なものに譲って行き、フォックス制作のステートフェアが、MGM もジュディ・ガーランドを再度主演に起用して、グッド・オールド・サマー・タイム、1949、日本ではビデオ公開という開古的作品を制作している。また、本作の直接的な続編として、ニューヨークで会いましょうという作品も予定されていたが、こちらは企画倒れとなった。 万国博を翌年に控え、皆が浮き足立っているような1903年夏のセントルイス。父アロンゾ、母アンナとローズ、エスター、アグネス、トゥーティの4人娘と、長男ロンジュニアが暮らす、中流階級のスミス一家。次女エスターは臨家に住むジョン・トゥルーイットを思っていたが、彼は彼女に気づかない。ウォレン・シェフィールドからのプロポーズを望む長女ローズは、彼からの電話を待っていた。 スミス家で開かれたパーティーでエスターはようやく、ジョンと会うことができ、すべての客が帰った後に二人きりになり、エスターはジョンに、家中のがストーを消し手伝いを頼みロマンチックになり方が、エスターの香水が、ジョンの祖母の香水と同じで、握手の際、女性にしては、握力が強いと語り、台無しとなる。ハロウィンの日、トゥーティは、怪我をして帰宅し、ジョンにやられたと語る。 よく調べもせずにエスターはジョンに殴りかかり、彼をけなす。エスターが帰宅すると、トゥーティは、実は、トゥーティとアグネスが危険な悪ふざけにより、警察に捕まりそうになったところをジョンに、助けられたのだと白状する。真実を知ったエスターはすぐに、ンカのジョンを訪ねて、謝罪をし、初めて、キスをする。季節が過ぎようやく二人が恋人らしくなった頃、エスターの父ジョンに、 突然ニューヨークへの転勤話が持ち上がり、一家は引っ越しをすることになってしまう。一家はひどく落胆し、特にローズとエスターは恋愛、友情、学業の計画が全て台無しになることを恐れた。エスターはさらに万国博覧会に行くことができなくなることが残念であった。クリスマスイブに舞踏会が催される。エスターはジョンが 下手屋の閉店時間までに間に合わずにタキシードを受け取れず、エスターを舞踏会に連れて行けなくなり落ち込む。エスターの祖父が代わりに彼女を連れて行くこととなった。会場でエスターは初めて会った、ルシル・バラットをローズのライバルと思い込み、偽のダンスカードを渡そうとする。しかしルシルが論に興味を示したためルシルに渡そうと、下カードではなく自分のカードを渡し、エスターは 偽のカードに記入した器量の悪いパートナー取らなくては、ならなくなった。祖父に助けられたエスターは、なんとかタキシードを手に入れて現れたジョンに喜び、その後二人はずっと一緒に踊り続ける。その後ジョンはエスターにプロポーズをし、エスターはこれを受け入れる。エスターが帰宅すると、トゥーティはまだ起きていた。エスターの歌う、ハブユアセエメリーリトルクリスマスでトゥーティは心をさらけ出し、 この後の天居に落胆し界下に降りて寒い冬の夜に外に出て昼間みなで作成した家族の雪だるまを次々と壊していく。父は2階の窓からこれを見ていた。父は天居が家族に多大な影響を及ぼすことを悟り、この直後天居を取りやめにした。ウォーレンが突然やってきてローズに愛を告げてそのまま出て行き、これが家族の前で二人の結婚が 明らかになった初めての瞬間となった。これで家族全員が万国博覧会に行くことができるようになった。万国博覧会での夜、スミス一家と将来の夫を呼び、恋人を含み、会場中央にあるグランドラグーンに無数の光が灯されるのを皆なで眺める。クレジットには出ていないが、アソシエートプロデューサーでもあるロジャー・イーデンスが音楽を担当。 コンラット・サリンジャーの楽団をジョージ・ストールが指揮した。いくつかの曲はセントルイス万国博覧会の使用曲、またはその時代の曲を用い、それ以外はこの映画のために作曲された。アカデミー賞の撮影賞、作曲賞、歌曲賞、脚色賞にノミネートされ、若草の頃を含むいくつかの映画に出演したマーレット・オブライエンがアカデミー一役賞を受賞。 1994年、アメリカ議会図書館により重要文化映画とみなされ、アメリカ国立フィルム登録簿に認定された。アメリカンフィルムインスティチュートは、ミュージカル映画ベストで、若草の頃を第10位に、アメリカ映画主題歌ベスト100で、ザ・トロリー・ソングを第26位に、ハブ・ユア・セルフ・エイメリー・リトル・クリスマスを第76位に位置付け、した。 1993年9月にカナダのオンタリオ州アマーストバーグにあったボブロ、アマーストパークに閉園するまでこの映画で使用された19世紀のヴィンテージのメリーゴーラウンドが展示されていた。解体され一般の収集家に売却された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。